おはようございます。100円でございます。今日はですね、この子たちが逃げないように、この窓たちに脱走防止扉を設置していきたいと思います。降りたいってよ。後ろ、志村後ろ、いや、ちゃちゃ後ろ、後ろから降りる。使うものはですね、もうここに以前使ってた100均の網とか、とナフコで買った網とか、あとは 2x4 木材がね、もうめちゃくちゃ余ってるんで、それを再利用していきたいと思います。じゃあ今回使うのは65から1メートルの突っ張り棒。まあこれを置いてあげて、中に網を張って止めていくっていう、まあシンプルなものですね。もうこれはもう100均で簡単にできます。解体します。じゃあ解体しまして、これをつけていきたいと思います。で、窓の幅測ったら、まあ、これと同じぐらいの長さだったんで、微妙に足らんすね。じゃあ4枚貼ろうか。4枚やっていきましょうかね。それでいこう。結束バンドで留めるだけですね。OK だと思います。これをね、ちょっと長く伸ばしてあげて、グッて下に押さえて入れ込むと。そしたらバッチリ、いいと思います。あとは切って完成ですね。この切り口が心配だったら、見た目はこんな感じです。まあよくはないね。はい。 では次行きましょう。はい、こっちはですね、2x4 で作っていきたいと思います。まあ、2x4 をリアウォールで設置して網戸を張るという感じですね。ではね、窓枠が100センチだったら、96センチに 2x4 を切りまして、このディアウォールね、 2x4 にはめ込んで、突っ張り棒と同じ感覚ですね、設置するって感じです。はい、これ結構賃貸の方が結構使うやつですね。で、僕もこれもずっと愛用して使ってたんですけど、もう全然使ってなかったので、今日久しぶりに使いたいです。あと賃貸だったら傷つけずに原状回復できるっていう道具の一つですね。でですね、まあイメージはこんな感じで作りたいんですよね。で、こっちの網が窓側になるって感じで、2x4 に穴開けて止めていきます。完成です。 OK。 いいんじゃない。 いいじゃん。これを止めていきますね。よいしょ。こんな感じですね。ちょっとこうね、はみ出てるよね。まあこの上にね、乗せてもよかったんやけどね、乗せたら 2x4 の寸法をまた変えないといけないんで、ちょっと短く切ってがよかったかな。うん、もう1センチぐらい、いいんじゃない。上はね、こんな感じ。ちょっとね、まあここの反省点を踏まえて、あとね、5個作らないといけないです。ちょっと多いけど、頑張って作ります。ちょっと一回。
ちなみにこれも Amazon で購入しました。この布、リネン布ってね、これも概要欄に入っておきます。はい、いい感じだ。ちょっとね、まあ、カプリちゃんとかがよじ登る可能性もあるなと思って、一応ここをビスで売ってます。そうしたらぶら下がってもこっちがバーンって倒れんかなっていう。あ、ほらこういうふうになるんや。こういうふうにねぶら下がって、なんで、まあ、上はちょっとビスとかで売ってたらいいかなって思いますよ。ってなれば 2x4 でもいいかなとも思いました。普通に柱とか 2x4 はめてビスを打つっていうだけでいいかなとも思いました。あとディアウォールか、ディアウォールをわざわざする必要あるのかなっていう、ってな感じです。保護猫部屋もね、ちょっと突っ張り棒じゃ弱いんで 2x4 でやり直しました。まあ、どんな猫ちゃんが来るかは分からないんでね、しっかりこっちも対策しておきます。無事に完成しました。でもわりかしなんかちょっと違和感あるかなと思ってたんですけど、まあ大丈夫かな。窓を開けるようになったんで、カプちゃんの首を外します。はい、目が出よう。 OK、 やっとね首輪を外せれたんで、首の型がなくなると思います。